モーベンバーで伸ばした口ひげをお披露目する男性たちモーベンバーはオーストラリア英語で口ひげを意味する単語の元11月を意味するノーベンバーのカバン語であり年に一度11月を通して前立腺がん、清掃がん、男性の自殺といった男性の健康問題について意識を高めるために口ひげを伸ばすイベントを指す。モーベンバー財団がモーベンバー .com を立ち上げて モーベンバーチャリティーイベントを開催する。モーベンバーの目標は男性の健康の様相を変えることである。男性たちに関わってもらうようにすることで、モーベンバーは癌の早期発見、診断や効果的な治療を増やし、最終的には予防で減らせる死亡を減らすことを目的としている。モーベンバー財団では毎年のチェックアップの他に男性たちが家族歴に意識を向けることや、 より健康なライフスタイルを選ぶことを促している。モーベンバーは口ひげを運動の推進シンボルに据えて、前立腺がん、清掃がん、メンタルヘルスと自殺の予防という重要な3つの部門に注目を当てている。発足以来、モーベンバー財団は8億3700万ドルを集め、20カ国以上の1200以上にわたるプロジェクトに助成してきている。2004年以来、 モーベンバー財団は、オーストラリアとニュージーランドで、前立腺がんやうつ病といった男性の健康問題への意識を高め基金を募るイベントを運営している。2007年には、アイルランド、カナダ、チェコ、デンマーク、エルサルバドル、スペイン、英国、イスラエル、南アフリカ、台湾、米国でもイベントが開かれた。2011年の時点で、カナダがべての国のうちで最もモーベンバー運動に、 貢献している国となっている。2010年には、モーベンバーは、タッシュバックという清掃岩のイベントと合流した。2012年には、グローバルジャーナルは、モーベンバーを世界の NGO のトップ100の一つに挙げている。オーストラリアのセブンナイトリーニュースは1999年に、サウスオーストラリア州アデレードの若い男性のグループが、 モーベンバーという言葉を作り出して11月の1、ヶ月間ずっと口ひげを伸ばすチャリティ活動をしようというアイデアを出したことを報じた。この報道では、アデレードを本拠とするモーベンバー委員会のメンバーが、モーベンバーのアイデアをアルバンパブでいかにして思いついたかを説明していた。このグループは、アデレード在住の男性80人から始まり、すぐに全国的な現象になった。 彼らには、グローイングウィスカーズフォーウィスカーズという定義で T シャツを売ることで、英国動物虐待防止協会のために寄付金を募る目的もあった。2004年、メルボルンの別の男性30人のグループが、前立腺がんと男性のうつ病に対する関心を呼び起こす目的で30日間口ひげを伸ばすイベントを企画した。この運動は、アダン・ガロネ、トラビス・ガロネ、 ルークスラッタリー、ジャスティン・コフリンが他の友人ら26人を誘って口ひげを伸ばす流行を呼び戻そうという要望のもと始めたものである。翌年、500人近い人々が合衆全立洗顔財団への寄付として4万ドル以上を集めた。これは当時同財団が得た寄付金のうちで最大額のものであった。このグループは後にモーベンバー財団になった。 モーベンバー運動を始めてから3年後、この組織はオーストラリアの公的寄付金事業として認められるようになった。これ以来モーベンバー財団は南アフリカとヨーロッパに広がり、さらに2006年に北、アメリカにも広がって世界中で1億7400万ドルの寄付金を集めた。2009年にモーベンバーは米国で寄付金事業としての公的なステータスを得た。 2010年には、米国での参加者だけで750万ドルの寄付を得た。2012年には、110万人の人たちが参加を表明し、寄付金は9500万ドルにも上った。口ひげ型の風船を飾った、ブラジルの病院、2013年11月同財団では、ユーザー投稿による世界的ビデオコンテストザ・モスカーズを2010年に立ち上げた。 モーベンバーに参加する人が、この運動に関わっていることを見てもらえるように、するためのものである。投稿は1本4分以上になってはならず、複数の部門で賞が与えられる。2012年、審判長のスタンリーは、南アフリカのコメディデュオのデリック・ワッツザ・サンデー・ブルーズのビデオ、ザ・モーベンバー・ソングにザ・モスカー賞を送った。インターナショナルマン・オブ・モーベンバーは、 世界中の自国での優勝者21人のうちから選ばれて栄冠を与えられ、丸1年間モーベンバーの顔となるものである。各国のマンオブモーベンバーの優勝者はその本人の国で11月の末に行われるガラパーティで審査員とファン両方の投票によって選ばれる。最初のチャンピオンは2010年、ロンドンのマーク・ナイトであった。南アフリカのアントン・テイラーが二千十一年に、 優勝し、2012年はニュージーランドのクリス・スウェイツがアリボンを勝ち取った。2013年の英冠はスウェーデンのトム・リッカードに輝いた。2007年11月、ニュージーランドのウェリントンのスコッツカレッジで卒業直前の学生数人が口ひげを伸ばしたことによって学年末の賞の授与を禁じられ、さらに大学は3年生の学生1人が11月中に ヒゲを伸ばしていたことに対して、アシケンの受験をさせないと警告した。2007年に、モーベンバー財団の事業が、オーストラリアの時事問題番組、トゥデイトゥナイトで取り上げられ、同財団が不釣り合い長くの運営資金を使っている、テント理事の給金が高いことが、問題にされた。オーストラリアでの2008年のモーベンバーキャンペーンの、財政要約では、キャンペーン費用が集まった。 送金額の8%となるよう定めた。2007年にはキャンペーン費用を集まった送金額の9%と定められていた。ラグビーオーストラリア代表のメンバーが2011年のモーベンバーの時期にプロモーションとして装飾されたボーイング737から800機の除幕式の場にいるところ2011年、Google Chrome がモーベンバーと組んでビデオを制作した。 ビデオには実際の参加者たちが登場し、どのようにして彼らが w e b とモ m o v e m b e r c o m を利用して一般の注目を高め募金を集めているかを紹介した。このビデオは110万ビュー以上の閲覧を記録した。このビデオではハンサムファーズの歌リーペイトリーテッドを取り上げていた。2010年と2011年には movember は TOMS と組んで 参加者のための限定版である、モーベンバーシューズを作った。2011年には、カンタス航空がモーベンバーの応援として、所有機の一つに、口ひげと、モーベンバー .com の文字を描いた。2011年には、シドニーのボンダイビーチに、世界最大の砂の城、モーが作られた。2012年のモーベンバーのビデオには、テレビ番組、パークスレクリエーションのスター、 ニック・オファーマンが登場し、190万ビューを数えて、同年に最も視聴されたチャリティビデオの上位10作の一つとなった。オファーマンは2013年のモーベンバーでも追加で寸劇を演じた。2012年以来、ロイヤルメールがモーベンバーキャンペーンを応援し、口ひげのデザインを施した特別の切手を製造した。2013年の11月、 英国のナショナルトラストが英国最大の石灰岩のヒルフィギュアであるサー・アンア・バスの巨人に一時的に巨大な草の口ひげを取り付けることに許可を出した。背丈55メートルの巨人に付けられたひげは設置者によると幅19メートルで奥行き3メートルとされたがナショナルトラストと BBC の両者は36フィート9フィートと報告した。2004年より モーベンバー財団事前は、モーベンバーをオーストラリアとニュージーランドにおける男性の健康問題についての注意を喚起することと、基金を募ることに利用している。収益は、合衆前立腺癌財団、ニュージーランドがん協会及びメンタルヘルス財団、ビヨンドブルーに送られる。2007年、財団は、カナダ、スペイン、英国のプロテストカンサー UK、及び、 米国にてキャンペーンを立ち上げた。米国では、モーベンバーの男性のヘルスパートナーは、プロステイトキャンサーファンデーションと、リブストロング財団である。2008年、モーベンバー財団はアイルランドでイベントを開始した。同国で収益を受け取るのは、アイリッシュキャンサーソサイティの発起者のアクションプロステイト、キャンサーである。財団とは、関わりのないモーベンバーイベントが、モーベンバーコミッティにより、 ケイマン諸島で2006年から開催されている。このイベントは CML オフショアリクルートメントが講演し、ケイマン諸島眼協会への寄付金を募っている。EN フットボールマネージャー2015では11月の時期になると選手たちが口ひげを立てる。FIFA14 アルティメットチームにはモーベンバーカップが登場する。ソニーはモーベンバーを応援する意味で、 デュアルショック4の前面に貼り付けられるような、口ひげ型のシールを発売した。2012年の11月には、Google Chrome のウェブアプリとして、モーベンバーをテーマにしたゲームが4作リリースされた。Bowframe も2015年にモーベンバースペシャル版をリリースした。毎週新しい口ひげが出て、プレイヤーが自分のフレームに取り付けられるものである。モーベンバー財団は、 男性の健康に関わるプロジェクトを世界中で1200以上立ち上げている。以下のようなものが挙げられる。何年にもわたって多くのスポーツ選手や有名人らがモーベンバーへの注目を高めるのに協力している。ケビン・ラブやジャッキー・リーなどが挙げられる。ブラジル大統領の執務室であるプラナウトグー、モーベンバー機関のイベントの一つ、ブルーモーベンバーでライトアップされている。 ありがとうございます。